はい、東京学芸大学地学実験気象学を受けてくれる皆様、はじめまして、茂木耕作です。僕は海洋研究開発機構、今ここ研究所の屋上にいるんですけど、ここで研究員をしている、気象学をやっているものです。で、東京学芸大学はですね、非常勤として、3週間、3回、プログラムを、皆さんと一緒にやれたらなと思ってるんですけど、案内を見てくれた、人はですね、もうちょっとお気づきかなとは思うんですけど、だいぶ変わった内容というかですね、趣というか、まずですね、かなり緩いだろうと、こんな緩くていいのかっていうような、感じの内容になってて、ちょっとびっくりした人もいるかなと思うんですけど、それをどうしてそういうふうにしてるかとかですね、ちょっとその辺を話してみたいなと思います。で、皆さんはですね、天気気にしてるかどうかちょっと分かりませんけど、どうですかね、毎日の天気を気にしてる人もいるでしょうし、そんなに気にせず降ったら降ったでしょうがねって言って過ごしてる人もいると思うんですけど、その人にとってなんで、この中学の、プログラムを受ける必要があるのかということですね、ちょっと案内を見ながらちょっと気づいてもらえたらなと思っています。で、レポートはですね、ちょっと見てびっくりしたと思うんですけど、毎回とりあえず何を書いてもいいので、出せば100点です。で、出さなければ0点ですけど、もちろん、1回でも出さなければ0点になってしまいますが、とにかく何をどう出そうと、それが合ってるとか間違ってるとかじゃなくて、出せば100点というですね、すごい、デッドアライブな仕組みでやろうかなと思ってるんですね。で、やる内容はですね、テキストはこれからおいおい、登録をしてくれた皆さんに渡していきたいなと思ってるんですけど、そんなに全然難しい話じゃないですし、どういうことを特にですね、根本的に考えてるかということをちょっと話したいなと思うんですけど、これ教員養成課程の皆さんが多いと思うんですよね。なんで、将来先生になろうとか教育関係に携わるとかいう人はどれぐらいいますかね。あなたはどうでしょうかね。それをちょっと考えたときに、今ですね、国が文部科学省とかですね、教育者に対して求めることがですね、大きく変わろうとしてまして、で、実はあまり大学の教育の方ではですね、あんまりそれをまだ取り込めてない状況なんですね。なんですけど、教員免許は実際やっぱり試験を勉強して取るんだと思うんですよね、先生になる人は。そうじゃない人もいると思いますけど、そこのカリキュラムを実施し、超えただけでは、先生として求められる資質は将来的にはどんどん変わっていっちゃうんですよっていうことなんですよ。で、3つ求められる資質が大きく変わるというふうに言われてます。で、1つはですね、今まではもう知識偏重だったんですけど、それに問題があると、皆さんも思ってる人いると思うんですけど、ということで1つ目はですね、推論する力を身につけましょうと、それが教育者に一番求められますというふうに言われてるんですね。で、2つ目は、表現する力ということなんですね。で、推論する力と表現する力っていうのは分かりやすいと思うので、他の授業でもですね、レポートなんかを書いてると、ある程度鍛えられるとは思うんですけど、僕のプログラムではですね、とにかくもう知識を当てても当てなくても全然構わないので、誰に何を伝えるためにその表現を使うかということを、とことん考えてもらおうかなと。だから知識的に合ってても合ってなくても100点にすると。その代わり誰に伝えるかはしっかり考えてほしいと。で、誰に伝えるかっていうことを考えると、その伝える相手がどんなことを考えているか、どういうふうな状況にあるかということを推論しないと表現を思いつかないと思うんですね。例えば僕が今皆さんにカリキュラムの趣旨を伝えようとするときに、皆さんが教員養成課程 の1年生だということを推論して、その上で表現を考えてるんですね。で、今回の気象学のレポートでもですね、単純にレポートの課題
の問いに対して正解を一つ書けっていうような形ではなくてですね、まあ、問いはいろいろ出てきますけど、これに対して聞かれた場合に相手が中学生だとしたら、小学生だとしたら、あるいは自分よりももっと年上の人だとしたらという時に、あの表現どんどん変わるじゃないですか。でそして、まあ、推論しますよね絶対。でそこに、まあ、力がつくような感じにしたいなと、まあ、そういうテキストにしてるんですね。だから、まあ、あえてその知識的な部分としては非常に緩くしてるんです。で、まあ、だからあのとにかく教科書にある答えを写すっていうようなレポートではないということですね。で、3つ目なんですけど、3つ目はですね、コミュニケーションする力というのがものすごく求められるというふうに、まあ、今後のカリキュラムでどんどん変わっていくだろうというふうに言われてるんですね。なので、要するにですね、まあ、伝えたらそれっきりじゃなくて相手からの反応を見てまた考えるということの繰り返しがコミュニケーションだと思うんですけど、推論して表現して返ってきたのを受け取ってまた考えるっていう、まあ、その繰り返しですね。だから最初の2つがあった上でのコミュニケーションなんですけど、まあ、そこがつくような感じのプログラムを僕はしたいなと。で、まあ、僕が今回やってみるプログラムなんですが、去年から始めたんですけど、まあ、僕も実験途中ですし、どういうふうにやるのがいいかは全然、まあ、なんていうか試行錯誤しながらやってるんですけど、まあ、皆さんもですね、だから成績のことはあまり気にしないで、心配しないで結構なんで、どういうふうにやると学ぶっていうことはですね、より深く自分にとってためになるかとか、自分が将来誰かに学んだことを教えるっていう立場になった時に、まあ、どういうことを自分の中で気をつけていったらいいかとか、まあ、そういうことをですね考えながら、プログラムをですねぜひ楽しんで受けてもらえたらなと思っています。ということでですね、まあ、今日僕の職場の屋上からお届けしたんですけど、第1回目のプログラムでお会いできることを楽しみにしています。それでは。